さんの出番です。は？わら、今日の配信はここまでです。ご視聴ありがとうございました。って感じするわ。5回戦をで、わら、わらうわ。後ろの女の子がランケーブル抜いてた。いや、さすがに事故でしょ。この間に8割ぐらい三角コーナーへ。また捨てるのか、捨ててる。ああ、嬉しいわ。そうね。ニンニクを食べ過ぎた男性が、終わりだよ、お前。普通、映った瞬間、どんぶりが空になってるから見てろよ、見てろよ。後ろにいた女の子がなんか怒ってたよね。ダブル、帰ってきた。わら、ゴミ配信者がゴミ回線を使ってゴミを作るゴミ配信。ダブル、いらっしゃ、そんな気か。ニンニク少なくね。おい、吸いすぎじゃないか。おかえり、ビールだけはうまそうだな。ニンニク捨ててきたか。そのちゃんぽん美味しそうですね。いつも吸ってるのに吸うのラーメンですよ。ニンニクどう？ニンニクは？で、うまい？ニンニクはね、ラーメンに入れん方がええ。禁酒は？普通にホイルで揚げて塩コショウで食った方がうめえわ。吸っております。わらわら、ダブル。わらわら。失礼せん、わら、妖怪黙々麺すすりじじい、袋のラーメンに毛が生えた程度、醤油漬けにしろ、うん、今日の内容全否定くさ、これは感心しないですね。そんなん入れるラーメンやないからな、なんで入れたの。いや、やっぱ、あれやな、ラーメン食ってないで別で食った方がうまいな。せいぜいすりおろしたの入れる程度やろね。うん。まあ、ちょっと今ね、回線契約してるんでね。ゴキブリ？なあ、ゴキブリじゃないよ。大火に光導入しろ、ボケって電話して。大火、はい。とりあえず新しい回線契約中なんでね。ゴキブリがゴキブリ食べてるの？誰がゴキブリだよ！わらに卵食べないのか？おいにくい。うん。うわ。なんかいとこの、いとこのラーメン屋のラーメンの味する。麺はうまいんけ？怒らない。麺は普通です。麺も普通、スープも普通。虫に見えるんだよね。まあ、いとこのラーメン屋潰れてるけどさ。え、ダブルバカにしてるの？今バカにした？中継のラーメン屋クソでは？わら、いとこのラーメン屋なんてそもそもねえよ。いとこのラーメン屋まずいの？貼られてるニンニク、うん、ラーメンに合うように下ごしらえしてると思うんで、あげただけじゃないと思うよ。そのニンニク。あ、またなぎみたい。わら、いとこのラーメン屋ってゴミね。他人をバカにしてばかりですね。潰れてるってことはまずいんじゃねえか。そりゃ潰れるわ。なるほどね、普通。なんか、これを750円でできても、何も文句はえへんぐらいの味。の中華料理屋はどうなった？親父は2回潰してるから。今来たのでもう1回最初から作り直してください。鬼？わ、スープは市販品。卵美味しいな。え、200円じゃないの。え、わら。親戚一同で5つ潰したの。親父、1時間もかかって750円だったらぶん殴るわ。俺は文句言うよ。材料費いくら？ほんまに750も払えるか？チャーシューあんまうまくないな。750円って注文して1時間20分かかっても文句言わないか？750円でそれは文句言うかなら、ちまきがもう一度中華屋始めますか？わら、せえな、あと都合か。750円で出てきたら食べログ1、ごちてるわ。破滅一族、わら。うん、うん、卵は美味しい。ここに虫、煮卵で750円。てかお前気持ち悪いな。卵だけ美味しいな。チャーシューが全然美味しくないな。で、ニンニクはラーメンに入れん方が美味しい。料理下手説、わら、うん、虫、わら。なぜか中華料理屋やってる、ずっと。チャーシューまずいのはやばい。鼻にネギが。コンドリで卵配信して、逆サラブレッドじゃん。そんだけ調味料トッピングしてたら、別に味なんか原型とされてねえだろ。あー、ネギが。そんなん筋トレでは。あかん。目のとこに行った。痛い痛い。
やっぱ戦艦先生の家系って中国系なのでは。ラーメン屋やるのも頭に倒れて黒手生きて腕組みしないとね。鼻から麺が。いや戦艦の両親の店は普通にうまかった。コンドゆで卵100個くらい食べて、むしろどうやったらまずいゆで卵作れるのか教えてくれ、うん、ねえ。ビールを注ぐ手がすっごい震えてたけどやばくないか。ホッシャンゲーやって、お前の調理が悪いんだが。なるほどな。ちょっとニンニクが焦げたのがスープに混ざって喧嘩してるよね。戦艦の両親の常連おるやん。そろそろ食うのやめるだろきっと。マルタイ棒ラーメンに麺を変えてトッピングした料理じゃんか、うん、苦くなってるのか。そう、なんか、まあ、多分ラーメンとかスープは捨てるしな。多分スープが合ってない。うん、まあでも素人が作ったらまあこんなもんやろな。うん、ラオウ食べた方が充実した食事になりそう。ラーメンの塩分はやばい。ちまきの料理に調和という文字は最初からねえだろ。ニンニク食べて、豚骨をバカにしたな。お前はスープ作ってないけどな、寝ないで、素人が作ったらって麺もスープもインスタントじゃねえか。うん。コンビニ行ってきたらなんか辛そうなことになってる。明日はトイレにお世話になりそうだね。食えねえ。三角コーナーさんの出番です。セブンイレブンのラーメンよりまずそう。なんかやっぱ素人、素人が調子乗ったらあかんな。あと8分で日付変わります。ちょっと鼻かまして。レンジラーメンの方がうまいんちゃう。とんこう、ちゃんとネギ出てきた。素人ですらないんじゃないか。豚の餌に失礼な豚の餌。ああ、なんか全部が調和してないな。やっぱラーメンって奥深いな。ラーメンってやっぱ奥深いな。かかるところから始めようぜ、うん、たくさんの人が研究して作ったスープを台無しにしただけだからね、うん、ラーメンってやっぱ言葉を覚えてからやろ。やっぱあれやろな。全部含めてラーメンなんやろな。食べてね、ちょっと哲学的な話するけど、みたいなの浮いてるけど昆虫食インスタントに奥深さを感じないで。ラーメンってラーメン屋というなんか、なんていうかな、ライブ会場があるって。やっぱそのライブ会場で食うラーメンがおラーメン飯っていうのはね、やっぱ違うよ。非日常だから。そう、ラーメン屋はその空気感含めてラーメンなのよ。のおだまり。ごめんなさい、ちょっとほざきました。申し訳ございません。赤もちょっとインスタントでラーメンを悟ったちまき先生、涙ぐむ、わら、その例えよくわかりませんね。ラーメン屋でまずいものはまずいが、何言ってんだ。何言ってだってめ。ちまきさんの料理をボロカスに言ってるやつ、お前は何が作れるんだ。何が言いたいの。ごめんなさい、逆に申し訳ない。あっという間に完食でーす。毎回ライブキッチンでゴミ作ってて偉そうに語ってんじゃねえぞ。完食、うんこ浮いてますよ。質問返しで申し訳ないが、これ料理か。おやつに完食。料理です。完食してないだろ。ところでごめん、この揚げたニンニクは美味しいんけ。これはね、違う、ラーメンに入れたらあかん。これ先生の料理要素少なくね。はい、おやすみ。あとニンニクは焦がしたらもう終わり。ニンニクは焦がしたら終わりっていうこと気づいた今日。ニンニクは低温の油でじっくり揚げた方がうまい。やっこ。そう、はい、じゃあ今日はこんな感じで終わろう。
何時だよ今。食った後だから12時じゃねえかよ。最近死んでるから。多分俺今日自分の口の臭さで多分夜起きると思うで。まずいわ。え、ダブル仲間で近寄ってなかったの？ニンニク焦がすのはないな。ビール飲んでないしガチでまずいんだろうな。低温でじっくり揚げたことないのに言うねえ。採点さっさとしろ。低温でじっくり揚げたい。採点。今日のラーメンはただちまきを臭くしただけだったな。そう。投票を開始しました。でもせめてもの思いでニンニクは全部食べてあげたい。全部食べよう、とりあえずニンニクだけ。ニンニク残ってる。結構残ってんなおいこれ。結構そこに残ってんなこれ。何この 6.0、 6.0 とは本来ニンニクは60点です。やめろ。はい。死ぬぞー。3個入れすぎ。具は全部食いました。気持ち悪い。ほんまに気持ち悪い。ほんまに気持ち悪い。次回は何作る予定ですか？牛乳飲んでみよう。次回どうしようかな。気持ち悪い。わらわら。汁も食べると気持ち悪くなるラーメン。まだ口に残ってるだろ。勢力つきすぎちゃう。投票の詳しい結果をお知らせしたのに全部吸い上がった。夜中から臭い匂い出てくるぞ。低い。わら。これ残念でもないし妥当ですわこれ。3ヶ月やん。ダブル。次郎は頑張ってたんだなって。先生。またちまき内閣が。増やすことでマイナス1を減らそうとしてる。違うんだよ。手が震えるんだよ。わかるか。手の震えながらのキーボードタイピングやべえぞ。意外に高評価。圧倒的。うん、圧倒的感謝。ちょっともうちょっとごめん、もう今の時点でもう口臭いもん俺。あ、やばい、これ臭っ。あ、ちょっと待って、喋ったら臭い、喋ったら臭い、これ臭い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 。そんなんで仕事できるんか。震えて、アル中特有の、なんで手が震えてタイピングやべえのにプログラマーなんてやってんだよ。やってないよ。もう、システムエンジニアだから。モニター越しから匂いが来る。マイナス臭くさ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 。やばい、これ、どこまで波及すんねやろ。くくる全体臭くなってるかも。なんかモイちゃんみたいな匂いがするって。やめなさいよ。行かないだろ。モニター越しに匂い来るからマジ感じ。こう、でもこうやってる時でも、なんかここ臭くね、こうなるから。あーってなるときあるから、なんかカフェインとか取ったらもっとやばい。こんなんなるマジで。いから臭いから歯磨きしても無駄だぞ。あー、じゃあブレスケア食べるわ。はい、隣国へ。あかん、腹、お腹張ってきた。パンパンに行き。ヘアート配信者が視聴者からタイトルくっさをもらいました。ちまきはエクセルマンに退化した。先生治療しましょうぜ。エクセルマン。はい、ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。36個、やばいなこれ、うん、臭っ。もう臭っ。もう喋ってるのが臭いもん。牛乳飲んでみたら。牛乳買ってない俺、牛乳苦手やから。でも沖縄の脇が配信者より歯匂いはマシだよ。そうなの？ニンニクのうんちを食らえ、ちまきんたま。胃の壁が破壊され、はい、腸内細菌が死滅いたしました。ってことで今日はこんな感じで終わりたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。また次回の配信もご覧ください。以上。なんで36個も入れた？ニンニクはほどほどやな、やっぱり。シュー入る。お湯です。その後体調の変化ツイッターで教えてね。はい、ちょっとお腹痛い。お湯、次の配信も楽しみにしてます。お湯、ありがとうございます。頑張ります。おつです。はあ、みちょぱ。お湯。